メラメラ獅子剛健馬。せい。お、これで焼けるんじゃない？お餅。ほい。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、玉も訪ねて、力持ち編。力持ちは一体どこにいるのかしら。玉の情報を持つ妖怪を探そう。町の中央に行ってみよう。あ、町の中央。どこ？下ではなく、上？あ、なんかあっちの方におるっぽい。ん？下？やっぱり。なるほど。自転車に乗った意味がなかったわ。あ、落ちそう、怖い。めっちゃ怖い。ちょっと待って。うどんの好きゲットー。妖魔界とかに落ちてるもの。何上に書いてる？地？地面の地？一瞬池かと思ったけど。イクラおにぎり、いいね。練り飴。すぐ、あ、おったやん。なんか練り飴が必要なものなかったっけ？気のせいか。あ、あのなんか、雨、なんか、本人の上にだけ雨が降り寄ったやつ、あれ練り飴じゃないんかな。なんか用餅？ちょっと聞きたいことがあってさ、タマモっていう妖怪のことを何か知らないか？タマモ？確か最近タマモとかいうやつに会ったような。力持ちってこんなちっちゃかったっけ？マジか。な、タマモについて話を聞かせてくれないか？いい餅よ。タマモのこと教えてやる餅。あ、いや、なんだったっけ？忘れちゃった餅。何急に？え？忘れちゃった。タマモには何か頼まれた気がしたんだけど、なんだっけな、思い出せない餅。そういえばお腹が空いた餅。何か食べれば思い出すかもしれない餅。それが狙いか。おいおい。なんだそりゃ。本当にそれで思い出すのか？お腹いっぱいになれば絶対に思い出す餅。食べ物持ってってくれる餅？何が欲しいとかはないの？最近タモに会ったという力持ち。いろいろ話を聞こうとしたところ、腹っぽこすぎて肝心にタモの情報をどう忘れて思い出せないという。何か食べれば思い出すらしいけど、何でもいいの？仕方ないな。なんか食べ物持ってくるよ。何が食べたいんだ？お、話がわかる餅ね。じゃあ、バーガーおにぎりが食べたい餅。それを食べれば思い出せる気がする餅。よし！バーガーおにぎりか。すぐ持ってくるから待っててくれ。待ってる餅、頼んだ餅。否定されるんか。タマモを訪ねて力持ち編発生。クエストを進めてみよう。なんか足元見られてるような気がするんですが。とにかくバーガーおにぎりを用意するしかないか。持ってないんかな。ちょ待って、クエストじゃねえわ。バーガーおにぎり、あー、ある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 。オッケー、コンビニで売ってるのを見たことあるな。持ってるよ。お、早速バーガーおにぎり持ってきてくれた餅？はい、どうぞ。バーガーおにぎりを手渡した。これで よい？思い出せるかと思ったけど、バーガーおにぎりじゃダメだったみたい餅。マジかよ。はぁ、横断爆弾おにぎりがあれば確実に溺れそうな気がする餅。おいおい。それなら最初に言えって。じゃあ、横断爆弾おにぎりを持ってきたら絶対に思い出すんだな。もちろん餅。絶対に思い出す餅。餅！じゃあ、頼んだ餅。大玉爆弾おにぎり。これやっぱり足元見られてますよね。まいったな。次でタモのことを漏れすればいいけど。大玉爆弾おにぎりなら妖魔界にあるお店で買えるぞ。全部食べればガッツがつく。バカでかいおにぎりなんだ。妖魔界でか。どの辺で？この辺で買えたりとかする？何屋さんやっけ、この辺。ちょ待って。天ぷら。でも天ぷら屋さんっておにぎり売りよるよね。いらっしゃい。どう？何がいいかな？全然天ぷらじゃねえ。ない。まだ何かあるか。縁側があってよ、縁側が。私の好きな縁側が。そうじゃなくって、ようみやん。絶対違うね。こっちは？この辺あれやろ？食べ物街やろ？どうなん？こっちの方とか。違うな。あっちはラーメン屋さんやか。ってことは違う。ん？どこだ？上か？ちょ待って、とりあえず上に上がっていこう。あれ、こんなところやったっけ？ちょ待って。場所がわからなくなったんですけど。あれ？あ、こっから上に上がれるんか。
なるほどね、そういうことか。しかしここがどこなのかがよくわからねえ。あの辺かな、リオルの。いや、怖い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 。でもちゃんとあれやね、この自転車用通路を通っているのね。結構さ、自転車用通路見たことないっていう人多いよね。私はあの大学の近くの道が自転車用通路がっつりあるけさ、うわすげえスピードで来るな。あれ、お店こっちか。あれどこですかね、あのお店は。ここか。ここ何屋さんだった？ジミードラッグ。ドラッグ？絶対違う気がする。違うね。他はどうですか？全然違うね。またお待ちしてます。てか、あれぐらいの階段やったら登れるんや、普通に。こっちは？ここ何屋さんやった？なんかわからんけど。メラメラミート。ありそうじゃない？メラメラメラ。全然なかった。あ、ミート。肉か。全然違う。おにぎりやもんね。大玉爆弾おにぎり。あー、どこだよ。ないじゃねえか。あそこか？怖い、クイってごめんなさい。事故った、事故った。あー。こっちは？ん？どこだ？ん？どこ？あれ。マークが出てるの？どこ？この中？いや、入れんけど。あ、こっちか。あ、ここは？らっしゃいっす。買います。どうぞ見てくっす。あ、あった、大玉爆弾おにぎり。え、すごいな、なんだあれ。海苔の奥にはどんな具が隠れているのかな。食って確かめろ。それ、これぞ爆弾おにぎり。いくつにすげえやん。でもそこそこしか回復せん。たっか600円やってやばくない？おにぎりなのに。また来てほしいっす。よし、これでゲットしたけん。さて、行きますか。ゴーゴーゴー。思ったんやけど、ああいう車もさ、運転しよるの妖怪ってことよね。かっこいいな。めっちゃかっこいいな。さあ、これで。こっちに、おったおったおった。力持ち、持ってきたよ。持ち。早速横断爆弾おにぎり持ってきてくれた餅。はい、どうぞ。どう、横断爆弾おにぎりを手渡した。おいおい、どうしたんだ、まさか。もっち、やっぱり思い出せない餅。まだ何か。あっと、そうだ餅、他にも欲しいものが。じゃなかった、もらえればすぐに思い出そうなものがあった餅。何？知ってます？物忘れがひどいときはちょっとぶったたくと思い出すらしいですよ。もち？え？ぶったたく？ああ。聞いたことある。物忘れにはやっぱり頭にガツンだよな。え？頭にガツン？ちょっと試してみる？え、ちょっと何をするつもりもち？へへ。なーに、ちょっとバトルしてぶつかり合うだけだって。みんな怒っとる怒っとる。力持ちが現れた。向こうが乗り気じゃないのに人間たちが囲むっていう。あ、メラメライオンいけそう。メラメライオンシャドウサイド、イエーイ、かっこいい。メラメラ獅子剛健馬、せい。お、これで焼けるんじゃない、お餅。はい、シャドウサイド、コマさん、シャドウサイドからの落下犬岩石、せい。そして餅がぺったんこに。一瞬どこ行ったかと思った。行けるんだね。ちょっと待って、回復拾いたい。よし、いろいろと拾いつつ、お、やったね。やるの。はい、勝利。
さあ、これで吐くか。いたたたた。もち。ちょっと、何するもち。ひどいもち。おんや。まだ思い出せないようですね。もう一度バトルしてみるでうぃす。あー、思い出したもち。バトルはもう必要ないもち。おいおい。本当か？本当もち。もち。タマムには人間魂を運んでくれないかって頼まれたもち。グリルリン以外にも。人間の魂を運ぶだと？少し前のこともち。俺の力に目をつけたタマムがかっこよく出てきたもち。何力持ちの力。大量の人間魂を運ぶ手伝いをしてほしいって。普通に力持ちってこと？それであなたはタマムを手伝ったんですか？いや、今回見たく欲しいものを。じゃなくて、こうしおねだりしたら怒ってどっか行っちゃって。お前、タマムにもおにぎりをぬだれ続けたのか。よく無事でいたな。ねえ。怒ってどっか行っちゃったってことは、結局タマムの手伝いはしてないんだね。もち。そうだもち。だから詳しいことも知らないもち。無駄足。そうなると、タマムが人間魂をどこに運ぼうとしていたのか気になるな。あ、もしかしたら知ってるかももち。いくらおにぎりがあれば思い出すかも。まだ言うか。もういいっての。おにぎり好きなおもち。タマムを訪ねて力持ち編、バッチリ解決。解決したのか。お、めっちゃレベル上がるやん。やったね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結局力持ちのお腹を満たしただけな気がするけど、何か進展あった？